はい、では今回はね、小学生でもわかるダイアトニックコードの説明します。主要3和音はね、1番目と4番目と5番目の和音だよって言ってたね。1度、4度、5度と言いますね。で、5度に7つけたら5度7。5度7って通称で言ったりするんだけど、正確には属七の和音と言います。1度の和音、4度の和音、属七の和音。この3つが主要3は大事な3つの和音ですよっていうことだったけど、じゃあ他にね、1、2、3、4、5、6、7、せっかくドレミファソラシまであるんだったら全部のコードはないのかって言ったらあるんです。その全部の7つのコードがダイアトニックコードどうだよっていうことです。なので C だったらドミソ、次は2番目がレファラ、ね、そのまままた一つ飛ばしてレファラって重ねてあげます。次3番目がミソシって重ねます。簡単だね、重ねていくだけ。そして FG があって、ちょっとこれ省略しとこうかな、 G にしとくね。はい、ラドミね、FG まで行って、ソシレの G、 次 A からのラドミ、 B からのシレファ、こんだけの和音が、これだったら C メジャー波長調のダイアトニックなんだけど、これ1番目と4番目と5番目以外は実はマイナーコードです。なので2番目とマイナー、3番目もマイナー、6番目もマイナー。そしてなんと7番目だけはちょっとかっこいいよ、マイナーフラットファイブと言います。かっこいいコード出てきた。なので、ここにね、そのまま C だったら、1度の和音は C です。じゃあ2番目は D マイナーです。3番目は E マイナー、4番目は F、 5番目はじゃあちょっとこの7取っとくね、5番目は G です。6番目は、ね、G です。6番目は A マイナーです。7番目は B マイナーフラット5です。ね、マイナーコード。マイナーコードはみんな知ってるけど、マイナーフラット5って何ってなると思うけど、マイナーフラット5は、例えば B マイナーだったら、指で弾いていくと、C とレと、これが B マイナーだよね。ね。単3度と超3度。ね。そして、この5番目、1、2、3、4、5番目の音を半音下げてあげる。はい。5番目をフラットにした。ね。半音下がった。なので、5番目が下がったっていう意味で、マイナス5、フラット5と読みます。ね。これ表記。フラット5って、フラット5って書いても OK ですよ。どっちでも正解。ね、どっちでも正解です。こんな風になってます。これはね、蝶々のダイアトニックコードだったら、全部2番目、3番目、6番目、7番目がマイナーコードで、で、1、4、5度がメジャーコードになってます。これはどんな蝶々でも一緒です。じゃあ例えばちょっと確認してみようか。都蝶々行ってみるよ。都蝶々はファーにシャープがついてて、1番目がソの音 G、2番目がラ、3番目が C、4番目がド、5番目がレ、6番目がミ、7番目がファーのシャープ、フィスの音になってるよね。ね。G、ソラシド、レミファがシャープになってるよね。はい。そしたら G はソシレで1番目の1度のコード。ラからラドミで A マイナーになるね。はい、B はシレファシャープ、シレフィス。
これで B、やっぱり 3度の和音はマイナー。4番目が、ヨドがドミソ、C だね、ドミソ C だね。はい、レから D からがレ、ファーシャープ、フィス、ラ。これは5番目は D。ね。ね、G、C、D、7とかみんな言うけどね。D のコードも5番目だよ。はい。ミからミ、ソ、シ、E、マイナー。6番目はマイナー。はい、最後。ファーだけシャープ、フィスからラ、ド。ちょっとキツキツ。になってます。なので、F シャープ、マイナーフラット5。F シャープ、マイナー。フラット5、ちょっと狭いからここに変えたけどね、こんな風になってます。やっぱり1度、4度、5度はメジャーコード、2、3、6、7はマイナーコード、特に7はマイナーフラット5っていうかっこいいコードでした。どんな長調でもダイアトニックコードはそんな風に、1、4、5はメジャーコード、2、3、6、7はマイナーコード、そして7だけマイナーフラット5って覚えてたら、どんな調のコードもすぐに何のコードかなって分かることができます。